はい、こんにちは。ミディアミスト浩平です。今回はこのパタゴニアのですね、名作バギーズショーツ、こちらの、おすすめポイントを中心にお話ししていきたいなと思います。バギーズショーツに関しては皆さん履かれている方も多いかなと思います。いつも通りですね、ミディアミスト的な観点でちょっとまあおすすめポイント3つをですね、ご紹介していけたらなと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。では早速行ってみましょう。まずまあ一つ目はですね、なんといっても水陸両用であるということですね。履かれている方はね、もうすでにご存知だと思うんですけど、まだこう買ったことないよって方のためにお話ししとくと、中にですねこういうメッシュのライナーがついてるんですね。でこれまあよく海パンとかにもあるスタイルだと思うんですけど、まあこれがあることで海でもまあ海パンとして使えるっていうのがまず一つ大きいですね。僕とかだとまあ海行った時に海行く前からもうこれ履いておいて、そのままこう海にドボンみたいなこともできちゃうので、まあ夏のそういうアウトドアシーンには使いますね。川遊びだったり海遊びだったり。で特に夏なんかは自宅でですね、まあ、すごい暑い日とかはもうほんとノーパンでこれ履いてて、まあ、部屋着ですけどね、リラックスしてたりしますし、まあ、さすがにねちょっと街に出かけるのはちょっと抵抗感ありますけど、まあ、そんな使い方もできたりとかします。でやっぱですね、パタゴニア得意の撥水加工ですね、もうしっかりしてあるので、まあ、その海で使えるってこともそうですし、洗濯してもすぐ乾くんですよ。なのでそういうこう、まあ、レジャーシーンとかで遊んで、まあ、宿とかで泊まってでこう洗濯してる、もう次の朝にはもう乾いてる、そんな感じの使い勝手の良さもあるので、そこも非常におすすめポイントかなと思います。まあ雨の日なんかにもね使えるので、梅雨の時期も使えちゃうかなと思います。で2つ目なんですけど、ファッションアイテムとして捉えた時に丈の長さがまあ絶妙なんですよ。まあ最近ちょっと流行ってる、まあ、ビッグシルエットみたいなそういうトップスとの相性もすごくいいですし、ちょっと一回入ってですね見ていただきたいなと思います。こんな感じで、これ前回紹介したユニクロのやつなんですけど、ユニクロの T シャツなんですけど、こういう結構ビッグ系 T シャツと、このなんか短パンのメリハリって結構まあ好きで、なんかいいなっていう感じなんですよね。で、このバギーズショーツって、この股下が13センチぐらいなんですよ。なので、結構短めですね。いわゆるこういうまあ短パンの中と。まあ、ハイパンとして使えるしって、そういう背景がそこにあると思うんですけど、最初ね、履いた時は短っていう感じなんですけど、このね、感覚がなんか、まあ、途中からこうはまらなくなってくるっていうか、とにかくリラックスができるし、このなんかアンバランスの丈感が結構、まあ、今の気分にも合うし、ちょうど良くなってくるんですよね。で、まあ、人によっては、そのサイズをまあアップさせたりとか、もうちょっとタイトめに履きたいとか、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、その辺はね、調整かなと思います。値段もね、そんな別に知れてる値段なんで、なんか、一人が別に何着も持ってる人も、まあ、いますし、何着買ってもいいかなと思うんで、まあ、持ってって全然重宝すると思うんで、はい、そんな感じですね。あとまあ、なんか来た時のこのパタゴニアってワンポイントが、まあ、黒に映えるというか、僕はやっぱおすすめの色黒なんですけど、黒にはまあ、映えたりするし、まあ、カーキみたいな、まあ、オリーブみたいな色。この辺も結構気になってはいるんですけど、僕は黒を選んでずっと履いてます。な感じです。まあ合わせはね、結構このでかいトップストとかもあるし、ポロシャツと合わせたりね、することもありますね。まあとにかく楽に、まあ、履きたいし、タフに使いたいと思っているので、そんなになんか適当に着てます。そんな感じです。これがまあ二つ目の、まあ、絶妙な丈感。で3つ目ですね、3つ目はちょっとポケットを押したいなと思っています。ちょっと見ていただくと、このステッチがちょっと表面に出てるんですけど、この辺ですね、ここまでポケットあるんですよ、かなり深いと。でこのポケットはすごく重要で、まあ、前アディダスのショーツとかでもお話ししましたけど、やっぱり夏ってこう身軽になりたいですし、できるだけこう荷物まあ持ちたくないってことで、ポケットの中にどんどんこう物を詰め込みたいなって僕は思うんですよね。財布とか携帯とかタバコとか、その必要なものだけ持ち歩いて、まあ、街を出歩きたいっていう中で、このショーツはまあ全部こう、まあ、入っちゃうんですよ。深いですし、で、こう、深いことで、ポケットがすぐ飛び出しちゃったりとか、そういうこともないですし、非常に使いやすいと。で、こういうショーツによく共通してあるのが、なんかこう、後ろのポケットは省略されたりするんですけど、パタゴニアはこう、しっかりあるんですよね。しかもこのスナップボタンがついてると。なので、まあ、財布とか貴重品とかは、まあ、こっち行ってしっかりこうロックしておいて、持ち運ぶことができます。なので、この、まあ、3つのポケットですね。これの使い勝手が非常に、まあ、いいので、待ち着として使えるっていうのは、そういう点も、まあ、あるかなと。普通のね、水陸両用系のハイパンのパーツは、ここまでね、しっかりこうポケットが、まあ、機能的なものってあんまないと思うので、そういう意味でも、まあ、非常にお勧めできるかなと思います。で、ポケットのとこで、まあ、もう一つちょっと追加のでお話ししておくと、バギーショーツってバリエーション結構あって、バギーショーツライトか、
っていうのもあるんですね。で、そのライトの方は生地がリップストップになってより、まあ、軽量化されててちょっと細身なのかな、これの一つのバリエーションなんですけど、そのライトの方に関しては右ポケットのところに鍵をこうつけとけるこのループみたいなのがついてるんですよ。でそれがまあ機能として加わってるってことと、このパッカブルになってて右ポケットの中の裏地を出してきて、その中にこう全部こうパンツを入れて、なんかこうこんな感じでこう まとめちゃえるというか、パッカブルできるっていうのがこのライトの特徴だったりするので、そういう機能面でさらにこうプラスアルファが欲しいなって方はそのライトもチェックしてみるのがいいかなと思いますね。僕はまあこの定番のやつ使ったのを 3,4 年ぐらい使ってますけど、ライトもちょっとね最近気になってはいます。はい、という感じですね。今回ちょっと短めだったんですけど、このバギーショーツに関しては今回ちょっと特に取り上げはしなかったんですけど、かなりバリエーションも豊富なんですね。パンツの丈、素材、カラー、あと柄とかですね、結構いろんなまあものが出ていて、さっき言ったようなそのライトとかロングとか、あとはナチュラルとか、同じ商品なんですけどバリエーションがかなりまあ豊富にあると、自分の趣向で商品選べるので、まあ一度ぜひまあお店でチェックしていただくのがまあいいかなと思います。じゃあそんな感じで今日はパタゴニアのこのバギーズショーツについてちょっとお話ししました。まあ、夏もねもういよいよ始まるってところなんで、ぜひ一度お店でチェックしてみるのはいかがでしょうか。概要欄でも一応公式のリンク貼っておきます。はい、じゃあ今日は動画の方こちらで以上になります。最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあありがとうございます。